どうもジャイアントマシーンです。はい、今日はですね、もうそろそろ11月15日から本州では漁期が始まります。でですね、それにあたりまして、まあ鷹狩りも、解禁されるわけですが、というようなわけですね、今回は鷹の道具いくつかですね、使い方と、まあ使い方でなくてもこれらの説明、これをやってみたいと思います。まずですね、口イカゴ、これですね、口イカゴ、まあ作ってる最中です。俺作りかけの口イカゴめっちゃいっぱい持ってます。ちょっと出してみましょう。はい、というわけですね、まず今バット出したのでこんなのあります。これだけ口イカゴがあります。こんなですね、これ全部口イカゴです。そして一つとして完成してないとね、やんなっちゃうね。まずね、この口イカゴって、まあ型を使って作っていくわけですが、口の作り方もいろいろありましてね、まあこういう感じ、こういうような感じに口元を作っていくと、こういう口の作り方ですね、こういう口の作り方もあると。はい、そしてこういう口の作り方もある。これはね、黒いので回してみました。口の周りをこんな感じですね、こういうのも作れるわけですね。やればこういうのも作れると。はい、こうですね、映るかな、こういう風な感じですね、こういうのも作れると。ほんでまあこれなんかはですね、こう作った後に最後にこう、紐を引っ掛けるとこうで耳を作るわけですね。紐を引っ掛ける耳を作ると、こういう感じですね。ほんでここの裏に革を張って、まあこうピュッと出して作るわけですね。ここからこういう感じで吊ると、こういう感じで釣るわけですね。こうやって使う。で、もちろん中には口イカゴですから、餌を入れる。まあ、多くの場合、現代であれば、うずらを入れることが多いですけど、本来であれば、ハブシ、鳩の翼ですね。片方の翼。それに、胸肉をつけたものを入れておくと。はい、そういう使い方です。はい、これ、じゃあ実際に皮ついてるの、あるかな？てかね、今こうあるけど、口がね、作りかけのものもね、いっぱい持ってるのね。どこに置いたか分からなかった。俺、だから全部で2、30個あるはずなんだよね。はい。皮がついたやつありました。皮がついたやつっていうのはこれですね。後ろにこう皮をつけて、こう、つけて、ほんで、ここに根付けがつくと。根付けは別に竹じゃなくて何でもいいんですよ。根付けですから、要するに。はい。もっとね、洒落たものを使ったっていいわけですね、別に。ですけど、まあ、多くの場合、竹が多いかな。はい。竹でも、ね、ちょっとかっこいいとこ持ってこなきゃいけない。俺もね、15年ぐらい前に取ってきた、竹、いっぱいストックしてあります。かっこいいとこだけを取ってあります。何十本かの竹取ってあるよ。寝かしてあります。で、体はこんなで。これはね、この首にね、ね、この紐をかけてぐるっと回してタイプ。これね、実際には折れないから強くて丈夫なんです。ですけど、これはここにほら、こうめくるばかりに耳がついてない。耳がついてないね。耳っていうのは、これ、これがついてない。この、ここに皮を通すんですけど、この皮がついてないで、代わりに、この、皮に穴開けてこういう風になっちゃってるわけね。うん。こうなってると、まあ、手間も省けるけども、逆にこの方が丈夫だ。だって口が潰れるなんてないからね。はい、そういうわけでこの中にはハブシやなんかを入れて、これをこうね、腰からこうつけると、こういう感じですね。もうベルト、現代ではベルト、まあ、本来では前の方につけるんだけど、前の方につけるとタカが覗いちゃってしょうがないと。そういう場合はちょっと横につけてある、これもいいと思います。これはまあね、使い方は人それぞれでいいと思う。あるいは流派だったり会派だったりいろいろあるんで、どれでなきゃダメっていうのはない。もしどれでなきゃダメだって思ってる人がいたらば、その人は、そこの流派でしかやったことがないからそう思い込んじゃってるだけですね。これとあとこの中に入ったから 3D 出すと、これが、絵掛けですね。これは和式なんだけども、これ印伝塗って乗せてもらってんですよね。要するに漆を乗せてもらったやつだ。これもう俺なんだ、20年ぐらい使ってっかな。20年使ったらちゃんと手入れしてればね、使えるよね、まだね。これでね、これね、よくね、巻き方がすごいいい加減なんだ皆さん、うん、これ要するに和服ですから、絵描きというのは和服です。和装の一つですから、ちゃんとここ着方というものが、付け方というものがあります。ちゃんと絞って、ギュッと絞って、でグッとこう回して、
回して、そして本当はこれ3回回すんです。それが、本来の、高代の絵描きの使い方。掛けっていうのは手袋っていう意味で、絵描きの絵は餌っていう字です。要するに餌を持つ手袋、餌用手袋っていうような意味ですかね。そしてここにこう入れて、でこれでキュッとこうすると、はい、こういう感じ。これは2周しか巻けないからこうですけど、これは3周ですね。でこれ僕らどっちかというと重ねるの好きですけど、こう3列こう並べるのが好きな人もいる。それはどっちでもいい。どっちが正しくてどっちだけダメっていうわけじゃないです。はい、そしてねこれね、使い方、この使い方、あほらここをこう絞ってるからね、ここをこう絞って入れたでしょ。だからこうたわみがないのね、こうたわみがない状態でこう使いましょう。たわみがなければね、見た目だっていいし、実際に機能的にもやっぱりね引っ掛けることもないし、一度つけたら8時間ぐらいはつけっぱなしになることがザラですから、違和感もないですね。こうきちんとこう畳んでこうピッチリとこうね、ゆとりがないでしょ。こうね、あまりなくこう和服のように綺麗に絵描きをつける、そういうふうに心がけましょう。はい、そしてこれね、これの使い方ですけども、抜いてここにね穴開いてんですよ、ここの紐に。実はここに鷹を縛って、これで手でこう持つと、こういうやり方もあります。あるいは、足皮の先端にこう刺して、でここに穴にキュッと足皮をまた差し込んでこうなる。でこれちょんがきっていう付け方ですけども、これは簡易的に移動する、短い距離を移動するだけ、こうちょんがきで移動することもあります。ですけど多くの場合は、ちゃんと王をつけて、そして王をここに縛ると、そういう使い方ですね。こうやって使うわけです。はい、で普段王を、普段の要するに鷹をつながないときはこういう形で、これでもいい。別に王をつけてね、簡易的にやるんだったらこれでつないじゃってもいいけどね、ね、これやっちゃってもいいし、まあそこら辺も自由だ。はい、そういうわけです。はい、これ絵描きですね。これ20年も使ってます。はい、こんな感じです。はい、はい、僕が使って20年、ここもうね漆乗せてもらったらもう剥がれちゃってますけど、鷹の爪で。まあまあこんなわけですわ。はい、あとね、そうだ、これも言っとこう。絵描きって洗いますからね、洗うときは中性洗剤、要するにママレモンかなんかで洗って手洗いして軽くやって、そしてその後に陰干しで一気に乾かさないこと。要するに陰干しで徐々に乾いてきてはくしゃくしゃ、乾いてきたらくしゃくしゃ、そうやれば大丈夫。ちなみに言うとチャップス、ほら、バイク乗るときとか馬に乗るときのチャップス、あれも革製で、それも同じように洗って同じように干せば長年使えます。あれ洗いますから、中性洗剤ですよ。はい、そしてね、これがちょっとね変わり者ですね。はい、これね口絵加工でね、日本のを見せて日本の真似してね作らせたんですけど、インドネシアで作らせたらこんなです。もっとすごいのが作れて作って、これ確かにもっとすごい、手は込んでいる。でもこれ口絵加工としては機能しない。しかもこれ竹だからね、竹裂いて作ってるんですね。はい、で口絵加工っていうのは陶で作っているもので、陶っていうのは、江戸時代で言えば舶来品ですから、ちょっと身分のある人の持ち物だったわけです。そういうまってステータスのあるものとして口絵加工は陶で作られる率が高かったと。ところが竹でも作られないことなかったので、まあこういうのも、まあ、日本でも現存するわけですけども、東南アジア竹を裂いてこういうふうにやって組んで、複雑に組んで作ってくれたと。わざわざ作ってくれた。しかもここにね、こういう足まで作ってくれた。要するに置けるようにやってると。要するに見本は口絵加工見せたけど、まさかね、腰から下げて使うもんだと思わなかったしね、置いて使うもんだと思ったしね。これで、インドネシアの人はこんな感じで、足までつけてくれましたと。まあこれだからインドネシア製の口絵加工です。ちょっと変わり種です。そしてこの竹つながり、日本の竹細工っていうのも捨てたもんじゃありません。はい、これ F5 と言います。この中に生地を刺して使う。鳩だとちょっとね U ターンできちゃうんですけど、まあそうだな、ちっちゃい茶棒、ちっちゃめの茶棒当たり前だったらこの中に刺しておけばもう出てこれないです。はい、全体でいくとこういう形です。ひし形のようなこういう形です。これもね竹を裂いて組んでもらっている。これもねなかなかの相当な技術がいるものですね。はい、こういうものです。これはF5 と言います。これは基本的に腰に下げてもいいんだけど、基本的に背中に背負う形ですね。要するに弓矢を入れるやつありますね。なんだっけ、ウツボツだっけ、なんてだっけ、あるでしょ。あれみたいな感じよね。だから
うん、その弓矢の矢を入れとくものの代わりに背中に背負って馬に乗って狩りをするみたいな感じ、そういう風にも使われる。あとは腰に口いかごのように下げても構わない、うん、はい、どちらも使い方あります。それは文献的にも、昔から昔の、平安室町あたりの絵画にもどちらの、ね、使用法も描かれています。はい、そしてこれが口かごじゃねえや、なんだっけ、エゴシですね。エゴシ、これがエゴシ、ほんでこっちがエゴシ多い、このエゴシを入れるものです。でこのエゴシ多いというものは皮にニカを塗って固めたものが本来ですけども、これは両方とも FRP かなんかできている、うん、要するに現代版ですね。現代版といっても安くない、これでも1万円以上したと思う、大きいか忘れちゃったけど1万2000円くらいしたかな、覚えてないけど、こんな感じですね。この中には切った、昔はスライスだったらしいけど、俺なんかね細かく切ったの使うよ。それでこういう風に出して、目の前に出してこうやってよで食わせるわけ。要するに絵描きで持ってでこういう風に叩いて、このクラリネットに叩いて、その音が合図で鷹が飛んできて、ここに手に止まって、これでこの中の追尾が飛んで、食いすぎないようにこれで見せ方を調節、これでなくなったらはこの先端で押し出して食わすと、そして食いすぎないようにこうすると、これね、ただね、やっぱりね生の肉を持って読んだ方がよく来るんですよ。でこれじゃあなんで使うかというと、足を出す壁のある鷹なんかはこれを使うと足出すのすぐに止まりますよ。まあ3日、うん、かかっても10日、2週間あれば足出すのは止まる。うん、要するに足癖の悪い鷹なんかはエゴシおすすめです。ただしね、これで治ったとしても結局大きい餌を見せるとまた掴んでくるっていうの、ね、そういうパターン多いので、エゴシで足出しを、足を出してくるのを強制しましたらば、次の段階では、小さい餌で呼ぶと。で、そこが徐々に餌を大きくしていって、鳴らしていくと、大きい餌を出しても手につかみかかってくることがなくなると。そういう使い方をするといいと思います。はい、今日はですね、このようなわけで、漁期前ですので、鷹道具の使い方を簡単にですけど説明いたしました。これからもまたね、鷹に関してもまあお話はしていきたいと思います。